これから、セッティングブレないですか、大丈夫ですか。大丈夫です。素晴らしいこのクエスト君を俺に紹介してくれた中村さんから日本の皆様に向けて一言かっこいいメッセージがあるらしいんでどうぞ。こんにちは、日本オートセンターの中村です。どうも。この度は山本さんがクエストをお求めになってくださいまして、アラスカに行ってこられました。車もご覧のようにいろいろと改造されて素晴らしい状態になっております。皆さんもぜひカナダにいらしてください。お待ちしております。どうよお前ら。カナダに来た時に車を買うのは日本オートセンターだーでした。